では A 級1班トーナメント決勝戦対戦メンバーです。1番は地元群馬篠田光輝、2番愛媛栗田貴則、3番和歌山原田翔馬、4番神奈川添田隆二、5番奈良三谷誠二、6番静岡榎本光男、7番地元群馬矢口圭一郎。以上7選手の対戦、1・2班トーナメントの決勝戦第10レースです。同期何回も対決している2人です。3番の原田翔馬に4番の添田隆二、近畿南関東のラインできます。そして地元の番手回り7番の矢口圭一郎です。大怪我から戻ってきまして、今季ようやく初決勝、地元は4連続の決勝進出となりました。期待がかかります123期のルーキーチャンプ、地元初登場、そして凱旋シリーズになります。3連勝かかります。篠田光輝です。10レースの発走です。10レース始まりました。1番篠田の前受けです。地元が前を取ります。そしてこの篠田を行かせて3番の原田が初手中段、近畿勢が中段、南関東ラインが後ろになります。早速地元の連携が出来上がっていきます。1番篠田に7番の矢口、3番の原田が3番手を取りまして、その後ろに選手会短期だった2番の栗田がいます。その真ん中に5番の三谷が入っていきまして、近畿中段、栗田が5番手で、南関東両者4番添田に6番の榎本は後ろ攻めになりました。レース2周目に入るところです。前を取りましたのは人気の中心です。1番の篠田光輝です。初の地元戦です。徹底的に別戦に警戒されながらもねじ伏せてきましての連勝決勝進出。ここで1着になりますと次特進をかけることになります。マークにはこちらも地元です。7番矢口圭一郎がつけます。3番手が3番の原田翔馬です。デビュー初勝利を飾りましたこの前橋、このクラス初部になるかどうか。前期 S 級の実力者5番の三谷誠司がマークです。短期で今年初部目指していきますのは2番の栗田貴則、5番手、残りは3周、そして4番の添田隆二に6番の榎本光男と南関東両者準決勝に続く連携になっていきます。この2人がゆっくりと残り3周から上がってきまして、まずは同期3番原田の横を通過していきます。さあ1番の篠田が前受けから一旦突っ張るんですけれども、誘導を外したのは4番の添田です。篠田は引きます。添田が先に行く、そして今度は3番の原田が4番添田を抑えてきます。4番添田が引いていきます。短期2番の栗田は5番三谷の後ろ、3番手が今度は並走になる1番の篠田ですけれども、内側すくってきた4番の添田、空いた内を入ってきまして5番三谷のインコースに来ました。3番原田の先行なんですけれども、ジャンデ、そして1番の篠田がかましてきます。篠田のかまし、7番の矢口が離れかけ、残りは1周です。篠田が前に出ました。その篠田を懸命に追っていく7番矢口なんですけれども、3番の原田がここは2番手もぎ取りました。5番の三谷が番手を守っています。2番の栗田が短期4番手で、6番の榎本最後の直線に入る、1番の篠田ここもねじ伏せていきました。 S 級特進にリーチです。2番手が3番の原田、初地元戦ですが1番の篠田光輝、ジャンデス鋭い仕掛けを見せました。ではリプレイ見ましょう。